長白慶は、南宗の皇族。字は右釈、送り名は乗安。秀安清、長子の子であり、第二代皇帝、高宗の同母に。高宗の在位中に、地名集権宴会節土氏や剣母各自科学氏、竜図各自科学氏を歴任。高宗が即位すると彰子に承認。後に、王の保つとなる。2年、反対政に任じられ、大となり、また、 送信軍節土使を兼ねた。固い二年に没すると、高潮に追封された。子に、長子、長子長子水、長子、長子、う長子、さつき、長子、岩、長子いよいよ、長子三次の旧氏がある。また、弟である高僧の提案で、明州時代から関係があった、同地出身の最小、文広の抜主である、詩渡る県に、 娘の新安軍主を嫁がせている。南宋末から元初にかけての政治家、文人である長毛夫は長子水の彦にあたる。剣道八年九月、知名集権宴会説土士の任にあった際、日本国王及び日本国大常大臣宛てに宝物が送られている。翌剣道九年三月、後白川法王に返唱を命じられ、清盛から日本国社門正解長子。 大層国名終焉改正を受け使用という書き出しで始まる書状が送られている。総体素信王、超特報英国公、超これ乗り、新公公長寿香る会員公、超予称喜び国公超礼秀康紀王、超子高雄、超白慶。ありがとうございます。